C-27J スパルタンイタリア空軍の C-27JC-27J スパルタンはイタリアのアレーニアアエロナウティカが開発、製造する中型軍用輸送機であるアメリカのロッキード・マーティンの協力のもと開発されたアエリタリア G-222 の新世代型でエンジンとアビオニクスはロッキード・マーティンの C-130J スーパー ハーキュリーズのものを使用している。1997年、G222 クラスの中型輸送機の需要が今後も大きいと考えたアレーニアは、ロッキード・マーティンとロッキード・マーティン・アレーニア・タクティカル・トランスポートシステムズを設立し、C-130J で採用された新技術を取り入れる形で G222 の改良型の開発を決定した。 この方は当初 G222J と呼ばれていたが、アメリカ空軍の G222 が C-27A スパルタンと呼ばれていたことから、正式名称は C-27J スパルタンに決定した。試作機はイタリア空軍の G222 を改造して作られ、1999年9月25日に初飛行した。同年11月11日には、 イタリア空軍が12機を発注し、2006年から引き渡しが開始された。C-27J のコックピット基本設計は、原型機である G-222 のままだが、C-130J と同じロールスロイス AE-2100 エンジンとダウティアール3916、ハネプロペラを採用したことで、巡航速度が約15%、航続距離が 約35%、巡航高度が約30%向上し、ペイロードも 2500kg 増加した。機動性はさらに高まり、横転や宙返りといった極技飛行を披露できるほどである。アビオニクスも一新され、コックピットが C-130J と同じ技術を用いたグラスコックピットとなったことで、パイロット2名での飛行が可能になった。また、 貨物室周辺の機体構造強化により、貨物室の床は C-130J と同じ強度になっている。オプションで、ヘッドアップディスプレイや、空中給油プローブ、ミサイル警報装置や、チャフフレアディスペンサーなどの各種防御機器を装備できる。他、ガンシップ型 AC-27J や、電子線系 e c 2 7など、複数の派生型が提案されている。 2012年には特殊作戦型 MC-27J の開発が始まり、2014年4月25日にデモンストレーターが初飛行した。MC-27J は電子工学赤外センターレットを機種に装備し、情報収集、監視、偵察や捜索、救難ミッションに最適化されているほか、 ガウ -2330mm 機関砲を含むパレット式ミッションシステムを機内に搭載すればガンシップとしての運用も可能でリンク16戦術データリンクや暗号通信システムの搭載も可能とされているイタリア空軍がブラエトリアンの愛称で採用を決定しておりまず一時更新機として3機後に3機を回収する予定アメリカ合衆国 オハイオ空軍周辺の C-27J。オハイオ州、マンスフィールドのマンスフィールドラム地域空港にて、2007年6月、アメリカ空軍、陸軍は C-12 や C-23 などの軽輸送機の後継となる、統合貨物航空機に C-27J を選定し、最初の調達分として、空軍向け24機、陸軍向け54機の、 七7 8機を発注した。しかし、この選定で、ロッキード・マーティンが競合する C-130J を進めたためるマッツは解散。アレーニア・アイロノーティカは L-3 コミュニケーションズと共同でグローバルミリタリーエアクラフトシステムズを設立し、後にボーイングも加わった。これにより、米軍仕様の機体は L-3 の工場で、 改装が行われることになり、同時に海外からの受注機もアメリカの FMS により得るマイナス3から輸出されるようになった。機体は2008年から引き渡しが開始されているが、国防予算削減の流れなどもあり、2009、会計年度の予算において調達要求が78機から38機に大幅削減され、 最終的に21機で調達は打ち切られた。さらに、2013会計年度に向けての予算案では、C-27J 前期を退役、処分する計画が示されており、保管されていた13機は、沿岸警備隊が引き取ることとなった。なお、輸出方式も、イタリアのアレーニア本社と北米子会社アレーニア。 ノースアメリカが直接販売することが可能な方式に改められる予定。C-27J の採用国オーストラリアブルガリアチャドギリシャイタリアリトアニアモロッコメキシコペルールーマニアルーマニア空軍の C-27J アメリカ合衆国戦会を披露する。C-27J 出展エレニアエアロノーティカ。C-27J ファクツ初言性能。 ありがとうございます。